ですよ。吉田フワッと浮かせる、たまらない、こぼれたところ、最後はクーダー、おいしいところきっちり持っていきました、エースクーダー。先制はサガン鳥栖です。浜田のヘディングシュート、跳ね返りをついて豊田、サガン鳥栖が先制です。まあ、今吉田の落ち着きの、ね、ところからですね、シュート打つと思いましたけどね、よくここ見てましたよね。浜田も難しいボールをね。